はい、こんにちは、じゅんです。ゆいです。はい、ゆいちゃん、今日はですね、恵比寿に来ているんですけども、はい、なんとですね、リンゴルフがエステサロンとコラボしました。すごい、すごいよね。ついにですね、エステサロンともコラボしちゃったんですけど、今日はですね、オープンするということで、そのエステサロンをちょっと体験したいと、そして紹介したいと思います。今回ですね、すごいマシーンが、腹筋とかね、筋肉がね、寝ながら鍛えられるというね、すごい、夢のような夢のようなマシーンが入っているので、ちょっとそれをね、体験していきたいと思います。じゃあ早速行きましょう。入り口で入ります。いやー、今日寒いね。寒い。お店はね、地下なんで、エレベーターで地下に行きます。うん、もう本当に寝て食べて寝て食べてお酒飲んでみたいな話してた。しかもさ、緊急事態宣言開けたからさ、うん、もうご飯もさ、うん、みんなで結構行きまくったから、うん、毎日なんかコース料理ぐらいのもりもりの食べて、はい、お、また地下に着きました。おー、すごい。見て、うなね、リンゴル。すごい。コラボしています。リンゴルの名前もちゃんと入ってます。看板にしっかりあります。じゃあ、いきます。どうぞ。おー、素敵。おしゃれ空間。おしゃれ空間だよね。見て、この壁、可愛くない？めっちゃ可愛い。そしてめちゃくちゃいい匂いですね。確かに。はい、今回ですね、機械の説明とかいろいろしてくださるルナの中島社長です。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。すごい、もう派手ですね。すいません。でもいろいろ YouTube チャンネルとか拝見させていただいたんですけど、もうすごい元気でパワフルな、もう美容業界ではもう超有名カリスマみたいな感じで言われていて、はい、今日お会いできるのすごい楽しみにしていました。ありがとうございます。嬉しいです。私は、そもそも美容大好きなんですけれども、はい、美容マシンが好きなんですよ。マシン、美容マシンがすごい大好き で、はい、で中学校のところから美容外科に行ってたんですよ。で、早くないですか？早いですよね。なんか思春期の頃にここにほくろができてしまって、はい、そのほくろを取りたくって、うん、最初に CO2 レーザーをクリニックさんでやったっていうのが始まりなんですけれども、そこから火がついて、もういろんな美容マシンやったんです。うんうんうん、でそこからすごいいいマシンがあったので、はい、そのマシンを自分で買って家でやったのがきっかけで美容の世界に入ります。すごいですね。はい、機械を買ったのは、はい、26ですね。早い。26の時に買いました。はい、でそこからもうクリニックさん行きたいんですけど、うん、高いじゃないですか。そうです、高いですね。なので自分で似たようなマシンを探し始めたのが、もうなんか今に至るって感じなんですけれども、結構実は中身同じなマシンって意外と多いんですよ。あ、見た目は違うけど、違うけど中身が同じとか、すごい似てたりとか、はい、そういう世界だなっていうのを気づいて、うん、まあ、近いようなものを、うん、今は作ってるっていう流れです。あ、ご自身でもう作っちゃってる、はい、今作ってます。開発しちゃってるんですか？開発して作って、すごい、やり方をお伝えして、へぇ、作ってっていう感じですね。かっこよすぎますね。はい、楽しみにしてください。はい、いろいろちょっと、ご説明いただきながら、施術を受けていきたいと思います。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。美容マシンの世界って言ったもん勝ちみたいなところ
ところがあって、メーカーさんがなんか大体30分に2万回腹筋とかやってるんですけど、それ言ったもん勝ちでなんか3万回腹筋4までどんどん回数増えてって、でもそういうの知らないじゃないですか皆さん、だから騙されちゃって。じゃあもう服の上からいけるんですか？服の上からできます。あのなんだろう、電池半なんですよ、はい、っていうもので直接お肌に触れなくてもできるんですよ。へぇー、はい、あ、大丈夫ですね。これスタート。あ、なんか音してる。はい、何何してる。わ、どんな感じ？え、なんかあのすごい本当にあのゆっくり息吐いてもらうと、吐いた瞬間すっごい効きます。はい、であの筋トレした時、なんか腹筋してる時、うわーってなるじゃないですか。なるんですよ。同じ体感になるんですよ。すごい、はい、本当に腹筋してる時のギューって感じがすごい、はい、すごい音してるけど、すごい。あの EMS がこんなのならないんですよ。 EMS って電気なんですけど、その電気をパワー強めれば強めるほど表面がピリピリして痛いみたいな感じなんですけど、これはあの本当に中に、マジ、あの筋肉にダイレクトに来てます。マジで腹筋してる時の、はい、あのキューってなってお腹痛いみたいなやつあるじゃん、はい、あれです。すごい、あれです。でこれをやった後プロテイン飲むと本当筋トレです。え、これがマジでつくと思う。いきます。え、すごい腹筋してるみたい。でなんかプログラミングされていて、今タンタンタンなんですけど、この後ダルルルルルルって筋肉収縮モードとかあって、はい、まずこれです。おお、すごい。うわ、もううわやばい、ホットの剣みたいな。あー、すごい、すごいですね。痛くないけどマジ腹筋してるって感じで、あの筋肉がある方の方が反応するので、レベル低くてもきついみたいな。なるほど。逆に皮下脂肪すごいとか、まあ、あの太ってる方は、まあ、全然平気って言うんですよ。へえ、なので、あの、あ、すいません、ちょっとついてるからすいませんみたいな。でゆいちゃんも体験してもらいます。はい、お、びっくりした。すごい、なんかできなかった。この見た目以上に私のお腹がめっちゃこんな感じになってる。え、すごくない？これめっちゃ感動する。EMS やったことあるんですけど、もっとなんか、うん、ほんまにマッサージ受けてる感覚だったけど、なんかまた全然違う。違いますよね。これ確かに来そうだよな。ね、来そうだよね。奥に来てるの分かります。ちょっとお尻やってみますか。はい、ちょっと弱めでいきます。どうですか？痛くないんですか？できるのときとまた違う。違いますよね。あ、これめっちゃいいな、寝てるだけで。デスクワークの方でずっと座ってるので、お尻凝ってて、だから足むくむんですよ。あ、なるほど。ここで止まっちゃって、水が、あの、何、水分とか血流がこうやって止まっているので、血流良くしてあげても全体的に行き届いて。確かに。それは腹筋とお尻やったら振動がまた違うんですか？あ、同じですよ。それが違うので自分の体感が違うだけなので、お腹の時となんか全然違う。なんかそうですね、やっぱ当たってる筋肉によっても違います。そうですね、うん、ちょっと表面っぽくない？そう本当、女性は腰にめちゃめちゃ人気で。そうですか、ゆいちゃん。え、めっちゃ楽。確かに、いつもしんどい思いしながら筋トレしてるのにね。でも鍛えられてる感じすごいあるよね、うん、これ腕と、あ、腕ってできるんですか？腕はできないんですよ。これ1から7センチぐらいのアプローチするので、心臓がいたら怖いじゃないですか。そうです。じゃ腕とお腹と、はい、お尻とももぐらい。そうですね、うん、だいたい筋トレするときもその辺を。そうだね、でも大きい筋肉にアプローチできるからめっちゃいいよね。じゃあ次は顔ですね。はい、顔やっていきたいと思います。じゃあこれからハイフですか？はい、先にメイク落としをしていきます。なるほどね、がっつり落とす系なのね。ちんちゃんは顔のハイフやったことある？顔ないかも。ない。体はやってみたことあるの、うんうんうん、だけど実際そのビフォーアフターとか撮ってないからさ、うん、分からんよね。分かんなかったけど、
メイク落としできました。はい、社長直々にやっていただけるので、はい、まずリアルライフやっていいですか？はい、あ、そうですね、うん、むくみまず最初取りたいんですよ。むくみ取るためにその配布とかその他のパワー使いたくないので、むくみをちゃんと取ってからリフトアップのマシンをやります。大体エステってこのラジオ波形のやつでむくみ取ってはい終わりみたいな感じですけど、そうすると持って3日なんですよ。で3日でそんな1万円とか払いたくないじゃないですか、はい、その過程の美顔器でいいんだけどみたいな、確かに、はい、な感じなので、正直これはなんか準備運動みたいな、ちょっと先生冷たいかもしれない。これがプラスマイナスプラス の電極がついていて、顔に通電させて、お顔を、まあ、温めるみたいな感じなんですけど、これがマシンのいいところはシャドウ、ミディアム、ディープって言って深さ変えられるんですよ。まず深いところからアプローチをします。すぐ温かくなります。でも何にもビリビリするわけじゃないですね。結構あったかいですよ、ゆっくり、はい、蓄熱されて、で、こうやって流す流す、くるくるくるって流していくんですけど、正直すぐ変わります。すぐ変わる顔が、はい、あ、じゃあ鏡、ちょっと手鏡持っていただいて、もう右の方がね、右あ、すごっ、簡単なんですよ。わかるかな。でもこれはでも準備運動、本当もう序の口の序の口です。確かに大したことない、こんなの、こんなの当たり前ですよ、ね、ゆってなったよね。はい、じゃあ反対も行きましょう。なんかエステ自分がお客様でも通ってた時とか、変わってないのに変わった言う人いる、すっごい嫌なんだけど、確かに変わってないやんみたいな、もう見た感じ全然違うぐらいを、体験していただかないとやっぱリピーターになっていただけないので。そうですよね。これですよ、もうやっぱり流す、後輩に流すって感じですね。男性とか絶対ここ膨らんでるんですよ、うん、もうめっちゃ膨らんでるんで、これで流してあげると本当それなくなります、うん、なんでなのに男性特有なんですけど、すっごいボコって、ブルドッグみたいな、ブルドッグみたいなここがあるんですよね、で、どうですか、はい、じゃあまず今あったかくて気持ちかった、あとむくみ取れた、ただシュッてしたと思う、甘辛8ミリで、ここがもっとこうポコってなってた、うん、減ったよね、減った、これだけで、うん、でもこっから配布で、配布でなんですけど、まず配布でお顔のリフトアップしたいんですけど、でも全然正直お肉はあんまないんですけど、本当ですか、このここにお肉ある方、いっぱいある方は、せっかく配布でリフトアップしても重みで下がっちゃうので、持ちが良くないので、うちの場合はここわざとまた違う配布でこのお肉を減らす、まあ、減らしてからあげます。そうすると持ちがいいんですよね。いきます。ついについにこれでちょっと熱パワーを期間ちょっと深いところに出してお肉を減らします。ここ見ててください、いきますね、ここ減らします。全然痛くないです。音が、はい、何も感じないぐらい、止めるとちょっとなんかたまになんかピリピリしてそうな雰囲気ぐらい、はい、はい、そうですね、ここは今減らしてるんです。そうです、減らしてます。やばくない、やばくない、すごい、やばないっつか、やばめっちゃへこんでる。これさ、こう取った方がいいね。ね、全然違う、めっちゃ違いますよね、はい、この機械すごい、これ体もできて、体もすっごい効きます。で、はい、あ、同じぐらいになったかも、あー、ほんと、すごい、で、じゃん、おー、じゃん、肩、うん、めっちゃへこんでる。へこんじゃいました。全然見て鏡で、おお、すごっ、めっちゃここなくなったんだけど、うん、おー、すごい、これで準備終わったって感じです。ここから引き上げます、はい、はい、私はこのハイフも
メーカーも一緒じゃなくて、その打点をいかに綺麗に出すかみたいな感じなんですよ。こんな感じ。ああすごい。見える？あ、超音波が。おお、すごい。すごすごい。すごい。こんな感じです。上、はい、上だって。ちょっと弱めからいきますね。はい、いきます。痛くないです。どうですか？痛くないと思います。痛くない。じゃあちょっと若干開けていきますね。はい。どうですか？あ、大丈夫です。全然平気ですか？うん。ちょっとピリピリするぐらい。ちょいピリ。じゃあでも全然なんか大丈夫。え、このハイフっていつ結果出るのって皆さん思う、うん、なんか言われるんですけれども、直後も変わるんですが、2週間後もっと変わります。で、顎ラインきれいに出したいので、うん、はい、顎のお肉を顎のお肉取りたいです。はい、アプローチしていきます。痛いかな？ちょっとだけ。どうですか？大丈夫です。ちょっと骨に振り、うん、これどれぐらいの頻度でやっていいんですか？あの2週間後が一番マックスで上がると先ほどお伝えしたんですけど、うん、2週間後に上がってる時、うん、最高に上がってる時にもう一回やるともっと上がるんですよ。なのでそれでどん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 上がって3回は最低やってもらいたいなっていうのもあります。あ、大体みんなそれで1ヶ月に1回とかそんな感じになるんですけど、あとはその人の生活習慣によってもその持続変わりますね。寝不足だったりすればやっぱり早くたるむし、紫外線浴びてたりとか、なんかその辺はありますよ。お、うん、顎がシュッてしてる。横から見たらすごい。あ、すごっ、はい、なんか今真横から見てて、うん、顎めっちゃシュッてなってると思って。なってるよね、うん、で今度はあの深さ違うのでまた痛いですか？大丈夫です。人間って、このさっきの 4.5 ミリで筋膜にアプローチしてるんですよ、うん、その筋肉を収縮させてあげてるんですけど、 3.0 ミリだとお肉のタンパク変性って言って、うん、脂肪に当たったら、脂肪に熱が当たったら脂肪溶けるが分かるじゃないですか、うん、お肉に熱当たったらどんどん持ってもらえません？焦げる。あ、惜しいです。焼肉食べた時、肉焼いたら肉どんなりますか？縮む。そうです、タイトニングするんです。なので今顔焼肉してるみたいな感じちょっと部分的に焼肉してますみたいな。そうすると皮膚がピッてなるんですよ。そういうことですね。3ミリ今表面のタンパク質で皮膚がピッ、なんか分かりますか？言ってることが、うん、張りが出た感じ。張りが、表面が引き締まる、うんうん、はい、引き締まりました、ね、引き締まるんですよ。キュッてね。そう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 、すごい。はい、こんな感じで来ました。来ました。はい、じゃあ終わりました。うん、ない。すごい。あ、すごいじゃん。え、すごいよ。え、すごくない？え、全然ない。めっちゃないよね。え、こんなんある。すごい。そう。すごっ。そうですね。これは本当表面に、うん、この格子状に熱がグンっていくんですよ。ついたな、うん、最後はつくきません？ギリ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 ぐる、うん、ほら、どちらかというとお若い方より、うん、あの30代後半以上の方がおすすめです。皮膚がやっぱたるんでる方がおすすめ。赤くなってますか？そうそうそう、やっぱり表面は赤みすぐ出ますよ、うん、奥は赤くなってる、こっちが、うん、ほら、うん、なんで皮膚がで、これあのこのいいところは2ヶ月後にまでコラーゲン増えるんですよ。あの線維芽細胞っていう細胞がヒートショックに乗ってコラーゲンが増えていくんで、気がついたら若返ってます顔も、はい、できた。すごい、全然違います。全然違うよね、うん、あ、すごい。ここに横から見てたな、あ、カナナさんだね。全然違う、やばこれすごい。コラーゲンが、はい、
できてるので、コラーゲン系の化粧水、はい、使ってるといいですね、日頃餌をあげるっていう感じ。ジェルを取れて余計に輪郭がいいよね。うん、そうそう、ジェルつけてあんまね、わかんないんですよね。ビフォーアフターは後ほど写真で、はい、お楽しみに。はい、ということで施術受けたんですけど、じゅんちゃんのここがなくなった。すごいね、今ちょっとすっぴんで本当恥ずかしいんですけど、全然すっぴん見えへんから、ここもキュッてなってるし、ここの、ね、なんていうの、幅がポコってなくなってる。ね、ね、ゆいちゃんも今日やる予定だったんですけど、時間がちょっとなくなっちゃったんで、ゆいちゃんには後日また来てもらって、腹筋のマシンももうちょっと長くね、ちゃんと受けてもらって感想をね聞けたらなと思います。まあね、腹筋ねついたらね、多分10ヤード20ヤード、飛距離も伸びると思う、飛距離アップに、はい、つながると思うんで。あとね、男性は多分この辺の、ここが、ここもすごいね、じゅんちゃん、まあ、ここなくなったのもそうやけど、ここが、ここすごいよね、ここんでなくなったと思うので、男の人多分やったらめっちゃ伺える人多そうね、これここが、ここがね、すごいよね。で、ここでオープンが1月17日で、はい、オープンしますので、皆さんもね、ぜひ概要欄に URL 貼っておりますので、ぜひチェックしてみてください。場所は恵比寿になります。恵比寿、はい、恵比寿駅近いです。はい、ということで、この動画がいいなと思ったらチャンネル登録、高評価、コメントよろしくお願いします。それでは次回の動画もお楽しみに。はい、普段恵比寿店の店長のアデルちゃんとくるみちゃんです。はい、はい、よろしくお願いします。ピチピチです。かわいい。よろしくお願いします。よろしくお願いします。この2人が恵比寿店で施術してくれるので、皆さんぜひ来てください。はい、お待ちしてます。